土佐日記、旅立ち、ホップ編です。音読をしながら歴史的仮名遣いを確認していきます。土佐というのは今の高知県ですね。高知県から京都に戻ってくるまでの日記、それが土佐日記です。書いた人物は、木のつらい駅です。古今和歌集の南書などでもうでに知られている人物ですね。 彼は、土佐の神として、土佐で任務についていたんですが、その任務を終えて京都に戻ってきます。その時はすでに60代半ばだったと言われています。55日にわたる船旅の出来事をこの日記にまとめたわけです。今回は皆さんとその冒頭部分を一緒に読んでみたいと思います。では、音読を始めます。 男もすなる二期というものを女もしてみんとてするなり。それの年の師走の20日あまり一日の日の犬の時に角です。そのよし、いささかに物に書きつく。はい、見つかったでしょうか。 まず、男もすなる、日記と言っています。日記ではありません。日記と読めますね。日記というものを、女もしてみんとてするなり。それの年のしわすです。しわす、二文字目のはが和になります。しわすの20日余り、一日の日の 犬の時に角です。犬はこうですね。えと、ー、の犬の字ですね。そのよし、いささかにものに書きつく。はい。では、えー、最初の行で、女もしてみんとてするなりというフレーズが出てきました。女、この人は一体誰なんでしょうちょっと気になりますね。 それは次のステップ編、そして全文訳のジャンプ編に進んでいきます。では、最後復習の音読です。男もすなる二期というものを女もしてみんとてするなり。それの年の師走の20日あまり一日の日の犬の時にかどです。そのよし、いささかにものにかきつく。とざ日記、旅立ち。 ホップ編、以上です。